三国港城は、越前国三国港、現在の福井県坂井市三国町にあった、日本の城。港の城、千寿寺城とも呼ばれる。三国港に臨む峡が丘に建立された、千寿寺が、南北朝時代に城郭として使用されたもので、東西南北220メートル四方、大手は西側にあり、堀と塀を巡らせていたとみられる。太平記には、中にも港城とて、北陸道7カ国の勢いどもが、ついに攻略せざりたり平城なりという記述がある。南朝方の武将である、新田義貞の弟、脇屋義輔の家臣である畠次郎が居城とし、北朝方との戦いで、義貞が戦死し平信を制圧されると、次郎はこの城を出て、奮戦の末、戦死した。その後、千寿寺は、朝倉氏と関係があったとみられ、明応2年甲斐の残党と一行一揆が越前に侵入した際、朝倉方は港城によって防戦したが、永正3年の一行一揆により出坊はすべて消失した。あと、朝倉義景の近親、桜井新左衛門が居城としたが、桜井氏は天正元年に織田信長と戦って大敗した義景が大野へ逃れるのに付き従った。坂井市三国町山王2丁目の妙海寺北西墓地が城跡であるとされ、石碑と解説版があるが、遺跡地図上では埋蔵文化財宝蔵地になっていない。ありがとうございます。